今見えてない、うん、いやちょうどさそれが真ん中になんか集中しててそうだからちょっとこちらで、うん、いやあのね全然忙しいとかじゃないのよね、体調も全然大丈夫だし、えもう原因不明、そう本当になんでだろう、あれかな、なんかさちょっと前にさ肌治療したって言ったじゃん、多分それなんだよね、一時的に荒れるみたいなこと言われて、そうでそっから良くなるみたいな言われたから、まあおそらくそれですね、うん、でもまあ明日明後日かだから次のお仕事、そうだから明日はもう本当に治すっていうか、うん、気をつけて、そう、まっすぐ治るように願っときます。そう、なんかそうなのよ。その副反応っていうかそんな感じ。副反応的なやつ。多分。そうだから原因分かってるから、あ、まあ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 みたいな。ギフトありがとうって逆にだから半顔で申し訳ないです。うん。そう、めっちゃなんかデリケートなんだよね。今。あ全然大丈夫、あとしかも今日一日マスクしてて、そうそうだからですね、うん、そうなんです、ちょっと公演のね予定がいろいろ発表されて、3月の予定発表されたんですけど、あれですねやっぱり4日公演が入りまして、そうしかも夜青の生誕祭なんですよ。え、ちょっと青の生誕祭に選ばれてめちゃくちゃ嬉しいです。てか選ばれてっていうか出れるのが嬉しい。うん。昼夜だしね。そうなんです。ちょっとねあのサッカーとは被っちゃってサッカー行けないんですけど、あのもう公演ね、そう昼夜だしすごい楽しみです。うん。間違えて選ばれたとかじゃない。ごめん。だから劇場でサッカー見つつ昼夜楽しみにしてます、うん、そうなんですよ、実は3月からもうね全部出るんですね、そうなんです、大塚半身さん、そう半身です、半身揚げ、うん、そうね生誕祭やっと始まりましたね、うん、そうリバイバルに生誕祭よく出る、そうだねこれから全部出るよ喜び間に合いそうさすがちゃんと行きますよね、越後はもちろん、確かにちょっと大阪ね行けませんでしたもんねそうなんですよ、3部 DM、 あそう今回ねなんか生誕祭のちょっと仕様が変わるらしくて、そう今まではなんかアフタートークやってたじゃん、そうそうでちゃんと DMM もあったんですけど、あのね今回からねなんかねアフターパーティーみたいな感じであの DMM の配信がなくなるんですよ、そうでだから本当に来てくださってる方だけが見れる感じなのかな、おそらく、うん、そうそうパーティーに未公開パーティーになります、体調には気をつけて、ありがとう、体調はねそうだね本当に気をつけないと、うん、そう仕様変更になりました、確かになんかでね見れたらいいけどね、そうなのよ、まあでもねそこはあれなんですかね、きっとこう生誕祭に入ってくださった方限定みたいな感じなのかな、パーティーみたいな、うん、そう私もちょっとね何するのかとか今から楽しみです、そうそうそう、ね何するか気になるよね、そうだよね楽しみだね、うん、極秘の話ね、いや極秘の話するかな、もしかしたら、うん、そうそうちょっとねレア感出るよね、わかるわかる、ワクワクするよねパーティーって、うん、
最強ドメのおそばにねえ干ししそうって何よ、気になるんだけど。でも実は私も最強どん兵衛のおそばも持ち帰ってきた、まだ食べてないけど、うん、何するんだろう。そうだね、生誕祭入った人にね何したのって聞く。どん兵衛のラーメンスープ味、え、そうなの、待って聞いたことない、それはいろいろあるんだねやっぱり。レイニアのグラビア見た、あの、ね、写真、あのあれまだ発売されてないよね、写真は見たよ、めっちゃもうあれだよ、良すぎてさ、そうだ話すの忘れてたな、良すぎたって、うん、あみんな最強どん兵衛食べてんじゃん。あれそう、あのなんかこの間の公演の時にメンバーがそうどん兵衛食べてて、あれなんだね、最強シリーズってなんか普段さカップラーメンって言ったらさ、まあ、待ち時間3分とか5分じゃん、違うの最強どん兵衛ね、なんか7分とか8分だった気がする確か、うん、8分だよ、7分8分か8分だね、8分ってすごくない、えこれさなんか逆にもうお湯とか冷めないのかなって心配になるくらいの待ち時間だよね。いやでも冷めないんですよ8分じゃきっと、そのくらい美味しいね、なんかもう8分すごいこだわりにこだわり抜いた待ち時間だと思いません？うん、わかる、ちょっと8分待てないよね、わかる。でも待った先にもうとんでもなく美味しいものが食べられると思うと待てる。もっちもちのジュワーなの最高じゃん、わかる、パスタの茹で時間だよね確かに、うん、8分も待ってないから麺方、ああ私は待っちゃう人です、いやー待っちゃう、私なんか完全体で食べたいと思っちゃうんだよね私、うん、あそうなんだね、うどんが太めだから時間か、あそうなんだ、えでもわかる、なんか私どん兵衛めちゃくちゃ大好きで、あのさどん兵衛のうどんスタンダードのやつ緑のやつよく食べるんですけど、なんか最強どん兵衛うどんを食べてたメンバーがいたの、そうで近くにいたからめっちゃ匂いが来るのよ、香りがやっぱね全然香りが違った、そうなんか出汁の香り強めみたいな、なんて言うんだろう、香りから違ったんだよね、天ぷらも汁吸って、うわー分かる、私さ天ぷら最後派だなうん、スープに浸ったさ天ぷらめっちゃ食べたくなる、何柚子の香りもすんの、めちゃくちゃおしゃれじゃん、そうなんかだしっぽい香りがした、そうそう待ってどん兵衛食べたことないの、ちょっと待ってそれはねまずいよ、絶対食べてもう明日食べてどん兵衛明日食べて本当に、うん、私は緑のあのうどんが好き一番、みんなは何が一番好きですか、赤いきつね派、あーそれも好き、昔どん兵衛のうどん1時間待つのが美味しい、待ってでも美味しいかもね、なんかそんくらい待つと逆にもう麺も伸びきって、なんか逆すごい伸びきった麺にスープがすごい浸って美味しそう、うん、きつね、いや美味しいよね、明日買いに行く早い、うん、どん兵衛とななみんがあれば生きていける、わかる、いや美味しいもんね、嬉しいよ本当に、どん兵衛さんとコラボとかすごすぎるね本当に、うん、天ぷらそば好き、私もそば大好き、肉うどん、ああ肉うどんも見たかも、え50種類もあんの、本当に、えそんなにあるすごい、そうなのよ、日清さんはねラーメン部の時にもすごいお世話になったので、そうそうそうね、カップヌードル作ったし、うん、だからすごい嬉しかったです、結局麺類はもう全部好きです私、うん、
まあ中でもラーメンが一番大好き。そうそう、だって今さカップラーメンとかめちゃくちゃ進化してますからね。あ、ギフトありがとう。え、どんべにうずらの卵をトースト、美味しい、絶対やってみたいわそれ。鴨だし、あ、私鴨だしの何、鴨南蛮とかそばとかめっちゃ好き。セブンのカップ担々麺、それ食べたことないわ。食べるべしですね。そばも全然食べるよ私。なんかさ、たまにすっごいそば食べたくなる時ってない？そう、あとね、私無性にタレカツ丼食べたくなる時もある。好きなカップラーメン、待ってそれ超迷うわその質問。待って、好きなカップラーメン、うわー、いやー、な、待って、好きなカップラーメンは絞れなさすぎる。ちょっと待って、待って、やばいよその質問。いや、ごめん、待って、本当に決められない。どうしよう。無理だ、決められない。もう無理だ、全部好き。ラーメンだったら全部好き。いや、こんな答えじゃダメだよね。ごめん、もう私カップ麺は DD だわ。認める、全部好きだもん。そう、カップ麺もじゃないです、私はいいんです。ねえ待って、みんな DDG しないでよ、いいんだよ私は。ずる。カップ麺 DD わかるだよね。インスタント系も食べる、全然なんやねんって。いやいや、 DD なっちゃうでしょ。でみんなを許さないから、私、みんなは別だもん。私は DD じゃないよ。私は DD じゃない。だって DD じゃないもん。メールも一人しか取ってないもん。じゃあみんなメール何人取ってるんですか？ちょっと待って、みんな取りすぎじゃない？私一人だもん、メール取ってるの。5人しか取ってない。許してだって、許して2個じゃないよ、5人3人取ってません。星に、ちょっとわざと星にしないでよ、それ絶対 NG ワードじゃないでしょ数字って。1人です、はい素晴らしい、はい素晴らしい。確かにキャンペーンでね、確かに2人です正直。あ、その一人、いやもちろんよださんですよ、よだちゃんさんですよ。キャンペーンで7人取れて、そうですよ最近はね、そうだ、まあそれはいいよ全然。本当にななみんだけだよ、だよね。じゃあ今度確認しちゃおっかな。いや、そう確認はできないから、みんなの言葉を信じる。左の顔5人になってそう、確かに。そうよ、乃木坂さんもあるのよ。さやとゆうはとすいすいとななみんってめっちゃ正直だな。
そうだよ、ななみんとサーヤ正直だな、みんなたくさん撮っても結局ななみんしか見てそうだよね、うん、オフラインの時レーンがいいからななみん見えてつられそうでした。ちょっと待って、誰のとこ行ったの？ねえ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 、サーヤ？ねえ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 、誰のとこにいたの？ななみんとひのちゃんとあと一人は自由枠。自由枠って何それね、げ何月ごと的な、うん、ななみん以外みんな三期だわ。汗じゃないよ、ラーメン部大事なので。ゆうはちゃんも、うん、そうみたいだね本当に知りたいならメールに返信しよう。うん、じゃあ返信していただいて、まあみんなの大体予想つくんですけどね。絵文字を見ていただけ、え、これさ、パンバラ、え、これサーヤってことだよね。え、隣だったね。じゃあレーン、うん、じゃあ今度来てね、うん、ね、楽しかったね本当に。昨日公演フリオル、昨日もいっぱいレスできたわ、うん、そうなの。昨日、あれ昨日だよね、昨日はね、そうなんです、久しぶりにポニーテールしたんですよ。久々のポニーって可愛かった。え、本当にそうなの。ちょっとポニーテールしたいなって思って、うん、夜、え、昼もね、ちゃんと理由があったの、髪型にした。好き、あの、あんな隙間からよく、あ、当たり前じゃん、隙間レスだよ、うん、私公園入って思うけど、ななみ推し多い気がする。え、めっちゃ嬉しい。いやでもさ、いや私それさ、すごいね、あの、なんだ、前と比べてすっごい増えたと思います。そう、特にそうそう、ユニットの時とか思うんですよね、めっちゃ増えたなって。え、嬉しすぎますよ、うん、そうそう、そう、でも私思ったことがあって、リバイバル上手多くて下手になかなか行けないので、なんかもっと下手も行きたいなって、うん、思った。そう、ゲスはね、ゲスはね、私はちょっとレスはね、ゲスだけはね、レスはできる、そう、レスできないんですよ、うん、そうそう。え、めっちゃ見えるよ、みんなの顔とかそう、いや、そうなの。だからさ、下手の、そう、それこそ下手の後ろの方とか、だから本当になんか、そう、うわーって思ってほしくないから、私は、あ、下手後ろだ、ガーンって思ってほしくないの、私は。そう、だから、うん、もっとみんなのことちゃんと、うん、そうそう、見たいし、うん、だ、そこは私の反省です。でもなんかそう思わせてたなら本当に申し訳ないです。私の、あー、やべやべ、私の力不足でした、うん、そうそうそう、だよね、そうだよね。下手なんかどこにいてもやったって思ってもらえるように私も頑張ります、うん、また来る、ありがとう。
からね、いろいろ公演をねやるごとに、なんかみんなの声とかも、まあ、ショールームとかでね聞けるから、そうすごいなんか反省点とか課題とかすごい見つけられるから嬉しいです。うん、だから皆さん何でも言ってください。あ、でもちょっとちょ説教とかちょっと苦手なんで、すいません、すいません、ごめんなさい。そうね、うん、そう、みんなみたいなこのアドバイスみたいな感じでお願いします。いつもねみんなアドバイスね、ありがとう。うん、最近ななみに気づいてもらえない気がする。ちょっと待ってよ、そんなことあるわけないじゃん、私わかるよ。だからじゃあ私からもお願いなんだけど、会いに来てほしいな。うん、そうだよ。でもなんかみんな私のこと分かってるのかなみたいな思うんですけど、私まだ全然、多分誰からも全然説教とか、私あこれ説教だなと思ったことないんですよ。そうだからみんないつも本当に的確、そして優しいアドバイスをくれるんですね。あー本当みんな優しいなって、うん、そうだからそれがすごい嬉しいんですよ。早く声出ししたいよ、わかる。久しぶりに会いに行きたいだから会いに来て。行きたいのは山々だが生誕まで投げれない。そうなの、大丈夫だよ。投げても当たるよねきっと生誕。うん、大丈夫だよ。じゃあ私のね生誕がいつになるかね分かんないけど、でもね皆さんなんかいろいろありがとうございます。いつもタイミング合わなくて公演行けない、そうだよね。でもねいっぱいやるからね、青の生誕祭入るの忍びないんだよ。そうね、それはすごい優しさだよね。もうそれはなんかさ難しいじゃん、すごいなんかさ生誕祭ってさ、うん、なんか入っちゃダメとかでは決してないじゃん。そうでもさ多分それはもう本当にただのもう皆さんの優しさでね、入るか入らないか、投げるかか投げるか投げないか決めてると思うんだけど、なんかもうどうなんだろう、なんだろう、そうもう完全にみんなの判断だよね。それは全然なんかなんともって感じ、難しいよね。そうそうそう、うん、そうなんだよ、本当にね悩みどころっていうか難しい問題なんですよね。ね、なんかさその推しの人、推しの方、あファンの方以外、その推しじゃないけどみたいな入るみたいなのもすごい嬉しいんですよ。だってなんかこれから好きになってもらえるかもしんないじゃん。そうそう、だからそれも嬉しいんだけどね、難しいんですよ。あだるまありがとう。うん、正解がないというかね、うん、難しい。
わかるわかる。あのさ、なんか生誕祭とか卒業公演とかでさ、その本当にずっとこうずっとそのメンバーを推してた方がなんかそう入れないみたいなツイートとか見ると本当に心が痛くなる。そう、それはだからさ難しいよね、これって何とも言えないよね。うん、推しならもろもろの権利用意して使う遠慮せずなし。いや、私はそうだ、あのあれね、見ちゃったの、あのさ、あの何なんだっけ、全部声入れますみたいな件。そう、あの人し、あの人あれ、その最善確約権みたいな持ってる方ね、2人くらいね見つけちゃったんだよね。ずっと最善なんだよあれ本当に。うん、そんなのがあるんだって思って。毎回はねいないんだけど、でもね来てくださる時は本当にいる。最善あれすごいな本当に。そう、そんなのあるんだみたいな。ね、固定ではないの、席最善はお約束だけど、そこはね最善でどこ座るかとかは決まってない確か。てかそう、うん、円陣はねまだないですね。あ、私がいない時にあったのかな。うん、円陣はまだないね。そういえば円陣当たった方ね、私あんま見てないかもしれない。うん、そうそう、でもね、まあ、なんだかんだ公演は本当に楽しんでもらえるのが一番だからさ。うん、そうそう、今日半顔でごめんなさいねあの右半分しか、うん、いくらでも出して演じ二人で、うん、いや、そうだから私はさ、どこにいても楽しんでもらうっていうのを本当にしてもらいたいからさ、本当にもっと頑張るわ。うん、ハンギョドンで、ね、ちょっとうまいこと言わないでいただけますかおもろすぎ。うん、演じは4月のオフラインで2人演じ、あ、いいよいいよ、やろやろ、任せてどこ行っても楽しい、本当に、いや嬉しいわそれは。そうよ、スキマレスするから、これからも心持ちが素敵です、ありがとう、全然です、こんなね言ってたってちゃんとやらないことにはね意味がないのでやります。うん、もっと応援する、ありがとう、エンジンの見本だ。あー、でも確かになんかさ、円陣ってみんなあんま見たことないよね、そういえば。確かになんかメンバーがやってるのね、確かにちょうど円陣のねやつもあるし見てもらいたいかも。いや、それは確かにだわ。うん、3列目いる時のひょっこりです、ひょっこりです、隙間です、いろいろと名前が出ますね。うん、油断してとレス飛んで、そうだよ、たまにねレスしてるのに見てくれない時あるんで、そうだから私は見てもらえるまでやるけど、え、そうだよね、なんか確かに見本動画めっちゃ必要かもそれナイスです
本当にそれ。あ、ギフトありがとう。立ち読みも鍵閉めになるとそれ。あ、お見送り、わかるわかる。リバイバル、そうだよ、いつものねやつです。そう、いつものあれ、うん、レスもらったらどういう反応。え、なんか私レスなんかレスあげなんかレス、いやそうだよね、なんかさレスをしてもなんかこうマスクなんか無反応な方いらっしゃるんですよ。でもそれ気持ちめっちゃわかるの。私もしなんかさ、もし公演とかでレッスンもらったら恥ずかしくて、てか嬉しさと恥ずかしさで何も反応できないと思っちゃうの。そう、でもなんかレッスンする側になると、なんかレッスンして反応してもらえると、あ、確かに嬉しいってなるの。だから難しくない？で、私絶対反応できないもん、レスに。うん。そうなの。え、わかる？照れるよね。わかる？でもみんな、あ、これレスして、あ、これマスクの下でそうにやけてくれてるんだろうなって私も願ってる。うん。そう。両目の、はい、もうないですやったそう、片手外す私。うん、本当にみんなの反応がいつも面白い、これやると試させてじゃあみんなの反応を見たくてこれやってます私。はい、じゃあ応募先じゃあ今日これで終わります。じゃあ今日のキーワードハッシュタグ大塚半美です。はい、ということでキーワードね、あの、あ、スクショ全然大丈夫ですよ。はい、イエイ。はい、ツイートハッシュタグ大塚半美をつけてツイートをしてくださった方に漏れなく1名様にコンタクトプレゼントをさせていただきます。イエーイ、やったー、食べさせてはい、嘘です。皆さんツイートお願いします。今日もじゃあまた配信します。明日します。うん、またね、みんなありがとう。今日も見てくれて。また配信します。ありがとう。おやすみ。